フローアンチトメアン庭園我流山荘は、愛媛県大洲市にある山荘である。1897年に、木蝋の輸出で成功を収めた大洲出身の貿易商、川内虎次郎が購入、相談役に、京都の茶室建築家、八木甚兵衛が、相談役、建築担当は、大洲藩作事方の家系を継ぐ、大工棟梁、中野虎男らプロジェクトを行い、構想10年、施行4年、延べ9000人の人手を要し歳月をかけて建設し、明治40年に完成を見た。我流院、フローアン、チトメアンの建造物と、借景庭園が広がり、富士山、肱川の光景を眺めることができる。昭和31年に大洲市指定文化財に指定され、昭和60年に愛媛県指定有形文化財に指定された。2016年度には、我流院、フローアン、文庫の3棟が国の重要文化財に指定された。大洲藩主、加藤大光が、蓬莱山が龍のふす姿に似ているという言葉が由来で、我流と名付けて誕生した。2011年5月に、ミシュラングリーンガイドジャポンが一つ星を獲得し、注目を浴びている。母屋の我流院は、数寄屋造りで、清し吹きの間は、欄間の透かし彫りにより水の流れを表現した階、天井には、薬杉が使われ、一世の間は、桂休養式が色濃く現れ、霞月の間は円に、仙台松の一枚板が使用されるなど各所に、創意工夫がなされている。1907年に完成。施工は、京都の草木国太郎と中野虎男。チトメアンは浴室であったものを、昭和24年に茶室に改装した。フローアンは、風光明媚な、肱川の布施龍園の崖の上に建てた数寄屋造りで、生きた、牧の木が捨て柱として使用されている。棟梁、中野虎男により1901年に完成。庭園の飛び石には石臼、手まり石などがそのままはめ込まれ、牧、えのき、カエデなどの樹木が茂り、苔類も珍種が見られるという。保護者と同伴する5歳以下の幼児、市内に在住する高齢者手帳もしくは、身体障害者手帳の所持者とその付き添い1名は、無料。団体割引あり、我流山荘管理条例指定管理者制度、導入施設大洲市ホームページウンボヤージュ、ハット ABCSPC 出版、タウン情報松山2011年12月号。平成28年7月25日文部科学省、国字第102号。JR 本市高速。ありがとうございます。